皆さんこんにちはまきチャンネルのまきです今日はピアノの発表会の裏側ということで発表会当日朝から密着撮影をしましたさてどんな一日になったのでしょうかそれでは始めますどうぞピアノの発表会自体は12時半開演なのですがリハーサルなどもあるので朝8時に起きましたこの日は9月後半でしたが気温が高く寝巻きがとても写せる状態じゃなかったのでとりあえず服を着替えていつも通り歯を磨いて顔を洗いました 普段は起きてから30分程度で短くをして出発するのですがいつも以上にじっくり時間をかけてメイクをします化粧水をしっかり染み込ませて乳液を塗っていますね今つけているのはアイクリームというものでマスクの摩擦で目元が荒れてしまうのでこのクリームで保護していますそして化粧下地ですねを塗っています 本当はブラシとかスポンジとか使って伸ばす方がいいのかもしれないですけども洗い物が増えてしまうのが嫌なので私はできる限り手でメイクをするようにしていますそしてファンデーションファンデーションは夏はリキッドファンデーションという液体タイプを使っているんですけどもちょっと寒くなってきたのでこちらは私の化粧品は全てマリー・クアントで揃えているのですがこのクリームファンデーションは赤みの出やすい冬の時期や乾燥肌の方にとてもおすすめです 次は眉毛ですね。眉毛もシャドウの濃いブラウンを使って端だけ塗っています。もともととても毛深くて眉毛もしっかり太いのでなるべく濃くなりすぎないように気をつけています。そして薄いブラウンのマスカラをアイブロウとして全体的に塗っています。これで眉毛は完成。次はアイメイクに入っていきます。ドレスの色に合わせてワインレッド系のカラーでいつもより濃いめにシャドウを塗っていきます。まずは全体的に薄いピンク。 パール系の色ですねを全体的に塗って、その後濃いめのピンクを目の周りに塗って、で一番濃い色を目の際両端だけ塗っていきます。そしてまぶたの下涙袋と呼ばれる部分ですね、もう薄いピンクを塗っていきます。顔色がちょっと良くなるような気がするので個人的にはまってます。これでアイメイクは完成です。 そしてチークです。チークはコロナ前よりもちょっと上目で塗るようになりました。っていうのもマスクで全部隠れちゃうんですけどね。なのでちょっと上目にしてマスクから見えるような位置に変えました。仕上げのお粉。お粉は本当はファンデーション塗った後に塗るんですけども忘れてました。でお粉がちゃんと塗れているのか触ってみてチェックをします。クリーム感のベタつきがなくなりサラサラになるまで塗ります。 続いてヘアセットヘアセットは美容室に行って綺麗にする子もいるんですけども節約のために私は自分でしますその代わりに私がいつも髪の毛を切ってくださる美容師さんに私でもできる簡単なヘアセット方法を教えてもらったので解説しながらセットしていきたいと思いますまずは髪の毛がセットしやすいようにまっすぐ整えてで上の部分だけでハーフアップを作りますゴムはなるべく細いゴムを使った方がやりやすいと思います そして残していた両サイドの髪は編み込みをしていきます編み込みが難しいという方は三つ編みでもいいですし美容師の方からはロープ編みというものを教えてもらいましたもし興味のある方は調べてみてください私もやってみたんですけどもロープ編みよりもやっぱり編み込みの方が慣れているので編み込みですることにしましたとは言っても編み込みは耳の後ろあたりまででその後は三つ編みをしてくくります 反対側も同じようにしていきます。あとカラを持ったのですがハーフアップの量をもう少し少なめにとってこの編み込み三つ編みの量をもう少し太めに大きくできればよかったなって思いました反対側の編み込み三つ編みも終わったら両側の三つ編み両紙をくくります。 そして髪をちょっとずつつまんでボリュームを少し出しますこれは結構腕がないと難しいのでも私は無理にあまり引き出さないようにしましたほんの少しだけ先ほどくくった両サイドの三つ編みはほどいてハーフアップの紙とまとめて三つ編みをしますそしてまとめた紙でお団子を作るのですが私はピン留めの扱いがとても苦手なのでこれもゴムでくくって留めちゃいます 団子ができたら最後の仕上げで髪の毛を巻いていきたいのですが、これは会場ですることにしました。コンタクトを入れてなかったのでコンタクトを入れます。本当はメイクの前に入れるべきだとは思うんですけども、ネアケアはどうしても目がシャバシャバで入れれないので、いつもメイクやヘアスタイルが終わった後に入れます。ドレスを袋の中に入れて出発の準備です。その他の持ち物として、まずは化粧内使用するポーチ、あとヘアアイロン、 とタオルですね。これは結構重要です。夏場でもエアコンが効いて会場がとても寒いと気があるので必須です。そしてヘアアクセサリー系。そしてもう一つ重要な持ち物として楽譜。念のためにセルカボーと,あとイヤホンですね。AirPods。あと発表会のプログラムとボールペンを持っていきます。ということで9時を過ぎたので出発します。こんな感じで行ってきます。 会場に着き次第、ピアノの感触を確かめに弾いていきます。開演直前はちっちゃい子たちがリハーサルを行うので、それまでにささっと済ませます。 感じでピアノの感触をささっと確かめその後ピアノの先生がちっちゃい子たちにリハーサルを行ったりあとカメラマンさんお花屋さん照明の方々との打ち合わせをしている間に大学生以上の出演者の私たちは受付付の設営飾り付け準備などをしましまた落ち着いてきたらこの楽屋と呼ばれる控え室で髪の毛のヘアセットの続きをしました最終的にこんな感じで仕上げました。 そして会場の時間になったら受付をしてで自分の本番が近づいてきたらドレスに着替えて待機変数に行ってきます。こうやって名前が呼ばれたら前に行って礼をしてそして楽譜を持ち込む場合はこういうふうにまあ楽譜の準備をしたりあと椅子の高さを調整したりとか。 の距離感、ペダルの位置などのチェックをします。で、準備が整ったら演奏を始めます。 こういう流れでレンザーも同じように行いました。演奏動画を別で上げているので、ぜひ見てみてください。いつもであれば集合写真を全員で撮るのですが、コロナ禍だったということもあって、各部ごと、1部、2部、3部に分けたのですが、その部ごとで集合写真を撮りました。最後に先生からの挨拶の言葉があり、終了です。この後片付けに入るのですが、その前にチャチャっと記念撮影をしました。 受付準備などをしたメンバーでお花を分けて解散です。という発表会の一日でした。もしこの動画を見て気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録もお願いします。バイバイ。